中央 FM 本社が入居する東京セクエアガーデン中央 FM 株式会社は東京と中央区の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。愛称のラジオシティは社名の中央 FM と併用して用いられている。コンセプトは地域と人に密着した美しく正しい日本語とこだわりの音楽の大人のラジオ。 以前の愛称は銀座ディオシティであった。当初、本社が日本橋茅場町にあるものの、送信所が銀座にあったことから来ている。後に、本社は日本橋茅場町の第二井の上ビルから、京橋の東京スクエアガーデンに、送信所は歌舞伎座タワーに移転した。周波数84.0メガヘルツ、空中線電力10ワットで送信している。長範囲は中央区び、 千代田区、港区、台東区、文京区、新宿区、江東区、墨田区、江戸川区の各一部インターネット配信はサイモルレイディオによる。1998年、2011年、2012年、2013年、2019年6月、現在中央区は2011年11月より、区民を対象に緊急告知ラジオの有償販布をしている。区内事業所については、 中央 FM が2012年より販売してきたが、2015年4月より、中央区が販売することとなり、販売を休止した。中央 FM 以外の FM 放送、AM 放送も受信できる。会社案内ウェイバックマシン、中央コミュニティ放送局に、予備免許ウェイバックマシン中央コミュニティ放送局に、 免許ウェイバックマシン緊急告知ラジオウェイバックマシン送信書移転のお知らせウェイバックマシン緊急告知ラジオの購入費助成開始11月1日からスタートします国立国会図書館ウェブアーカイビングプロジェクト緊急告知ラジオのご案内国立国会図書館ウェイブアーカイビングプロジェクト緊急告知ラジオウェイバックマシン緊急告知ラジオのご案内国立国会図書館 ウェブアーカイビングプロジェクトありがとうございます。